卓球王子の80年代ホラー映画館、グリズリーです。今ね、現在コカインベアっていうね、あの、ブラックコメディの、あの、熊物が流行ってたんですが、これは元祖熊物のアニマルパニックと言っても過言ではないですね。まあ、グリズリーっていうのは、アメリカの、えー、ハイログマじゃなかったですかね。ブラックフットではなくて、だと思います。僕の記憶だけでやってるので。はい、それが、あの、 えっと、地上に降りてきましたですね、兄弟なんですよ、これが。はい。まあ、あの、公立公園の中にキャンプを張ってる人間を次々と地祭りにあげます。そして、えっ、ー、と、なんだかんだ言って、えっ、ー、と、その国立研究所の人たちに調査を依頼して、えっ、ー、と、今どこにいるのか、退治しなければいけないのか、どうするのかっていう形で進められていくんですけども、 これがなかなか見応えあって、本当に、あのー、熊の修正も上手く掴んでますね。熊はね、何やっても無理ですね。無理であったらもう、さあおしまいですわ。ほんと。あの、蹴ってもダメやし、逃げてもダメ、死んだふりもできないっていうのが熊でして、木の上も上がってきますしね。うん。で、まあ、5話描写もこれかなりきつくでですね、子供、女、容赦なしに5話描写があるので、 気が弱い方はやめた方がいいです。ね。で、まあ、落ちなんですけども、まさかね、あの、最後、バズーカで撃ち殺すとは思わなかったんで、爆笑しましたけど、まあ、それぐらい強敵やったってことですね。はい。まあ、動物愛護団体からは、多分、あの、避難殺到しているアニマルパニックもんだと思います。だって、バズーカで吹き飛ばすんですよ。うん。もう、アイディア的には傑作なんですけどね。ええ。 あの、そういう時代もあったということです。この監督、ウィリアム・ガードラーは、このグリズリーを撮る前にマニトーっていうね、あの、インディアン、アグミガ先住の、えっ、ー、と、精霊を呼び出す、その、精霊の、悪い精霊と、あの、コンピューターに宿った精霊と対決させるというマニトーという作品をね、監督してまして、そのありにこのグリズリーを監督して、 飛行機ででで亡くななるととといいうう方したということで有名です、えー、グリズリー2もね、最近公開されるようになって、十何年ぶりに公開だったらしくて、えっ、ー、と、最近やっと公開されることになって、チャーリーシーンとか出てるんですよ、ちゃんと。はい、ちゃんとした作りなんですが、まあ、コカインベアを機に、熊映画を見るならグリズリーをお勧めします。以上、着用事でした。